フィリップ・ビルヘルムは、プファルツ選帝公。元は、プファルツ・ノイブルク公、ユーリヒベルク公であった。父は、プファルツ・ノイブルク公・ボルフガング・ビルヘルム。母は、バイエルン選帝公、マクシミリアン1世の妹マグダレーネである。スウェーデン王カール10世はまた重帝にあたる。1685年、カール2世が死しなくして死去したため、プファルツ選帝公くらいを継承した。 フリードリヒ3世からカール2世に至る、プファルツ・ジンメルン家系のプファルツ選定校はいずれもプロテスタントであったが、フィリップ・ビルヘルムの継承によって、カトリックに戻ることになった。当園のフィリップ・ビルヘルムによる選定校位継承に対して、フランス王類14世は、王帝オルレアン号フィリップ1世の日で、カール2世の妹であるエリザベート・シャルロットの継承権を主張し、 ラインラントへ進行した。これを契機として、反仏同盟であるアウクスブルク同盟諸国とフランスとの間で、アウクスブルク同盟戦争が勃発した。すでに高齢だったフィリップ・ビル・ヘルムは戦争中に没した。最初の日、ポーランド王、ジグムント3世の娘アンナ・カタジナ・コンスタンツヤとは1642年に結婚したが、1651年に死別した。 1645年に唯一生まれた男子は誕生後すぐに死亡している。1653年にヘッセンダルムシュタット砲白、ゲオルク2世の娘エリーザベト・アマーリア・マグダレーネと再婚した。二人は1655年から1679年までの24年間に16、死を設けた。息子のうち二人が相次いで先帝公くらいを継承したが、 いずれも男子が得られずにプファルツのイブルク家は断絶した。娘たちは各国の君主の日となった。ありがとうございます。